私の家での一人収録に戻っています。前回はスタジオだったんですけどね。新型コロナウイルスの影響で、収録時現在、日本には緊急事態宣言が出ています。日本での1日当たりの新規感染者数はおよそ6000人。これが多いと思うのか少ないと思うのかは、お住まいの地域や国によって異なる影響を受けるかもしれません。しかし少なくとも日本では感染拡大、医療逼迫などが叫ばれている現在です。スタジオに人が集められなくなったため、一人収録に戻ったということです。またスタッフいません。笑いを返してくれる人もいないという。Don't worry, I'll laugh at them for you. 仕事は普段から完全テレワークですが、ますます人との接触がなくなりましたね。ともあれ、頑張っていきたいと思います。一人で。では、まず最初に、ゼノブレイド2とは。Yeah, I haven't played this game yet, but I'm getting it soon. Honestly, though, it is kind of crazy how much this game is going for on Amazon right now. Like, I think on Amazon right now it's going for like almost 100. And for like a 2.5-3 year old game, that's really old. Or that's really a lot of money, but.So, thankfully, I managed to get one for only $70, and that was just because I think they were just starting to restock them on Amazon. And, To be fair, I really want to play this game. And I think now it's just more of a good time to do it, and I guess that's the main philosophy of everybody. Everybody's trying to do that.世界樹の上にあるという学園を目指します。光はホムラの中で封印されていたもう一人の人格というより、こちらがオリジナルでホムラは後から形成されたものです。設定からすでに気になる要素満載ですが、詳しくは Oh, those are some of the, what's it called? 簡単に Some of those like good smile statues honestly look really good. I kind of want to get them, but どっちがいい、yeah. どっちなの Both これから私が直接操作しつつ解説します。ゼノブレード2の Oh, I'm getting that one. I actually already have it, but I just don't have access to it yet. 例によって開発中のものなので、見た目はバラッと変わるかもしれません。I'm not even kidding. That's the actual truth, but still. 開発中のものを使います。また、今回のプレゼンはキャラクターボイスを日本語音声で統一します。海外では英語ボイスが実装されますので、ここもご了承ください。今回は先にステージ紹介をしておきます。Gramps. The Cloud Sea of Alrest. 専用ステージはアルストの雲海。ゼノブレード2の世界アルストは大半が雲海に沈んでいて、巨神獣と書く巨大な神のしもべアルスの上で暮らしている世界です。ステージはじっちゃんこと青龍の背中の上をモチーフにしています。最序盤に出る、主人公レックスの家でもあり、本編では青龍の姿は大きく変わることになります。It's a very charming stage. I love it a lot, but 青龍が雲海を進むのですが、I've never played a Xenoblade game. I have no clue what I'm looking at, but it doesn't stop me from thinking it looks cool. こちら地方でもあります。アバリティア紹介。ここは土地というより船ですね。ついてきているのは渦潮。グーラ。グーラ領は自然豊かで基本的な冒険を感じられるところ。インビディア。アルスの体内に広大な土地を持つ自然主義の列王国。I assume it's pretty cool if you're a Xenoblade fan, so at least that's nice. 機械技術が進む軍事国家です。ルクスリア。ルクスリア王国は多くが寒冷地の試される土地。アーケディア。法王朝があり、マルベーニが務めています。今アルスのダイジェストが出たと思いますけど、こういうのも私がこの場で撮影しています。背景色の変化も原作合わせ、原作登場順に並べており、懐かしく感じる人が多いのでは。参戦ムービーにあったように旅の仲間がアルスとして登場します。必ずドライバーとブレイドがついになって登場します。ニアとビャッコ、グーラ出身のドライバーとは表の姿。トラとハナ JS。JS はジェットスパークモードの略です。この意味なんて。I mean, I recognize these characters, but yeah. メレフとカグツチ、スペリア帝国の炎の貴公子。Or Brigid。
Zeke, Pandora, Zeke B, Ultimate Game. Yeah, I definitely recognize these guys. These guys I usually see all over the place, but. ステージは聖竜の気まぐれが大きな特徴です。首の上げ下げによって起伏が生じたり、背景にアクスが出るとそちらによそ見をして地形の広さが変わってしまうこともあります。復帰しようとしている時に振り向かれたりすると、助かるものも助からないことがあるんですね。ぎっちゃーんって思わず言っちゃう。よく見ると、振り向き前に首を振ったり、汽笛が鳴ったり、風車の回転が速くなるなどの予兆があります。レックスの家も閉じてますね。なお、戦場ステージ、終点ステージはこんな形になります。じっちゃんで無理やり戦場化すると、ニコゴリのようになりかねないので、こういうオリジナルの台を作っています。ゲーム中にあんまり見ることができないでしょうから、下の方も見せておきますね。エンジンみたいなのついていたりして、天板にはこんな感じに模様が入っています。次にファイターのご説明です。 This is the part I'm more interested in. Again, no offense to Xenoblade fans, just not a person who's played this game yet. ホムラと光がファイターです。なんと主人公であるはずのレックスがファイターではありません。俺が参戦するんじゃないの。 I don't know that one from the Japanese trailer. 何か聞こえたような。企画段階ではレックスとホムラヒカリが2人セットで動いて共闘することも考えましたが、だけどこのゲームアイスクライマーのようなシンプルなものでやっと2人動かせるんですよね。このぐらいが限界です。Technical difficulties, I guess, was the reason why. 8人対戦なら16人表示になりますね。アイスクライマーもかなり切り詰めてやる。 That's just a nice way of saying we already gave you the Mii costume, be quiet. 最も複雑なデザインなのでは。見てください、この画数の差。デザインについてはかなりいい造形になっているとは思いますが、原作と少し異なるところがあります。Yeah, they had the good boys and girls dress code. ここが異なります。ストッキング時になっていること、yes. ギリギリ通るものにしようと何回も何回も作り直して、やっとここに至っています。Tight. But 光はいわゆる whatever they are. 多人数戦闘用衣装光のコスチュームになっています。これはかつて本作のスピリッツにおいて新たに活躍していただいたデザインです。 Yeah, I guess 実は逆移植的にゼノブレード2本編でも使うことができます。今日2人はスマブラデラックスにおけるゼルダシークのように下必殺技でいつでも切り替えることができます。 So I'm guessing Mithra's time dodge whatever is just an actual dodge. ファイター選択画面で The Y button lets you switch automatically. 切り替えることができます。Cool. 次にカラーバリエーションについて、実質2人なのでカラーバリエーションも 2×8 で16種類あります。それぞれセットになっているので自由に組み合わせられるというわけではないのですが、バリエーションが多くより楽しめることと思います。 2P カラーは船馬イメージ。 3P は村風光と光風本が原作にもありました。4P は猫耳パーカーイメージのホムラとニアイメージの光。 5P はダークカラー、ヴィラン風にしてみました。 6P はトリコロール、旅客機のような爽やかなユニフォームです。 Color alts are actually really good looking so far. 7P はリアルタイプというとなんだけど色合いを極端にしてみた版。 8P はゴールド&シルバー。 Honestly, I really like a lot of these color alts actually. They look really good. 特に 3P は相手を惑わす戦略に使えるかもしれないですね。ただ 3P に限らず色が違えば紛らわしくはなるのだけど、下のインフォを見ればお顔でバレバレであるということはお伝えしておきます。2社の違いは、簡単に言えばパワー型のホムラと、スピード型の光ということになります。運動性能はこれぐらい異なります。 Oh wow, Mithra is way faster. やっぱり光の方が速い。ジャンプのスピードなんかもだいぶ光の方が速いと言えますね。同じ時間だったら回数繰り返しできちゃう。さらに個別の特徴を増す特殊性能があります。ホムラはフレアスマッシュ、もともとパワー型ですが横スマッシュ攻撃が格別に強くなっています。ダメージも大きいしよく吹っ飛ぶ。当然スキルは大きいですが、他人数ランクで
Never mind, I forgot what I was going to say, to be honest. I was about to mention, like, you know, does this mean Mithra, like, Pyra is a heavyweight? But then I was, like, remembering, she was moving pretty decently fast for a heavyweight, so probably not, but that would be an interesting idea if Pyra was a heavyweight character. Wait, what's this one? Down dodge, whatever. こうしたらもう好きだらけという。ベヨネッタのバッドウィズインと似てますね。ああ、そうなんですよ。次に通常技の説明です。ゼルダシークと異なり、通常技の対立。Okay, yeah, this sounds like a remix of counter attack. So, ここでも at least we're getting a few remixes in this game. Wonder how many tracks we're getting in total. Probably some torn music too. So, at least over 10 in my guess. If I have to guess, but who knows?Because I think last time I checked, there's only three Xenoblade Chronicles, two tracks in the game. We'll see. なんて思うかもしれませんが、蓄積ダメージに注目してください。同じ技でも威力はこんなにも違います。Pyra is definitely a powerhouse. 使うしかないよねとか思うかもしれません。攻撃力アップの比率が決まってるわけではなくて、各技ごとに設定されています。Wait, is she a heavyweight? もちろん。どちらが強いのかは戦局や戦法、相手の対応プリによります。少々を引き付けてるのが強いし、感情を疲れるというわけです。Because Sephiroth is very, very, very light. ただ、ずっとチェンジしていなくてもデメリットはないので、同じ方を使い続けるというのも立派な戦略です。弱攻撃は単発で止めるとアッパースイング、連打で100です。ほぼ全ての技がそうですが、ホムラは炎、光は光のイメージを持っています。光が光となる。ダッシュ攻撃、光は素早さで間合いを詰めやすく。ホムラはそのパワーで撃墜をも狙います。Wow. 強攻撃、光のスピードは連打もでき、牽制やお手玉に向きます。ホムラのパワーはダメージソースになりますね。Yeah, Pyra is definitely...Seems way heavier than Mithra is by a landslide, and Mithra is significantly faster than Pyra by a landslide, so. Yeah. So far, if I would have to say who I'd probably stick with, probably Pyra only because I'm. My favorite character to play as in Smash is actually, Ike, so. I usually like heavier characters with maybe a bit more risk to them, but they have a lot more power to them, so.もう最大ためなら 20% からの撃墜もできるかもしれません。Wait, what? A full charge might even be able to kill an opponent at 20 damage. ああ。For me, I was about to be like, oh no. 隙は非常にでかいので気をつけましょう。食らわないんかい。じゃあやります、やります。はい、撃墜。Jesus. Alright, I guess this is someone I'll stick with. I really love heavy characters so much. It's just so satisfying to play as. So. If Pyra does end up being a heavier character, heavy character, then I'll probably definitely stick with him. Shita Smash 攻撃は左右同時攻撃。やはり攻撃速度には大きな差がありますね。通常空中攻撃もホムラは単発。光は連続ヒット。Yeah, it's crazy how instantaneous the swap is. Like, I know Pokemon trainers swap is pretty quick, but still.次に下空中攻撃。So I guess Pyra's better. No, Mithra is better to be used for like juggling rather than Pyra, who's just better for pure damage. But honestly, from what I'm seeing, it's more better to just play the characters together rather than just by sticking as one. Like, it seems like a character who would make more sense to play as like you know Pyra and Mithra switching rather than just sticking with either Pyra or Mithra. So.掴みにも事実上の落差があります。Yeah. 光の方が素早いため、前を詰めて掴みやすいですね。It's way too early in the morning for me to be trying to come up with things to keep saying, but hey, the show must go on, I guess. 前投げ、後ろ投げ、上投げ、そして下投げと、それぞれ用途に合わせて使い分けていくと良いと思います。
特に下投げはどちらでもコンボしやすいですかね。次に必殺技の説明です。下必殺技はチェンジだから通常横上必殺技の3種ずつ、ホムラと光で6通りです。それぞれ原作の必殺技をモチーフにしています。原作の映像を含めながら交互にご紹介したいと思います。ホムラの通常必殺技フレームノバ、剣を周囲に回転させる技です。こちらがスマブラ版。Yeah, it definitely seems way quicker, even though that was just a slowdown clip, but... Yeah. 左右同時攻撃なので、本戦にも強いし、いわゆるめくりもしやすいです。そしてしっかり貯めれば、相手を撃墜できるほどに威力が高い。Oh, wow. ジャンプして貯めながら近づくのも有効。So it is something you can charge up a bit, it looks like. 貯めをキャンセルしたり保持することはできません。出せば必ず出てくる。That's good. I like a lot of the smash attacks that include a lot of charging. So, that's good. これはおまけ程度ではありますが、シールドされたら相手から少しでも離れることをお勧めします。光の通常必殺技はライトニングバスター。連続で斬撃を繰り返します。So it looks like just a bit of a...Multi-slash attack. スマブラ版は同じように。And of course, I bet you can charge up too. Yep, right there. ホムラとの大きな違いは前方に集中した攻撃である。また、貯めることでリーチが伸びます。最大まで貯まると斬撃が1回増えます。これ通常。これ最大。一応無敵も生じます。バランス調整中なのでどれだけ有効なのかはまだ未知数ですけどね。ホムラの横必殺技ブレイズエンド、剣を投げ飛ばし連続ヒットさせます。Alright, so it looks like it's one attack where it throws out like a wheel, so projectile. Can you charge this one up too? スマッシュ入力により飛距離を変えることができます。これスマッシュの内盤。So I guess that's like the big thing this time is that you canBasically charge up every smash, like special, which is... I like it, I like that aspect to characters. I like when I can charge up an attack rather than just constantly put out the same damage each time, so... Yeah. So it looks like it just returns to you, so... 剣を受け取る時に突きができるのでご注意。復帰措置を遮るにも使えますが気をつけて、剣を投げているので上必殺技などに戻ることができません。So you can't really attack if you use it. 空中ジャンプ、空中回転で崖が届く時のみ。You gotta be smart when using it if you're gonna recover or use it to try and recover. Yeah. And I take it Villager can pocket it. 光の横必殺技は、I'm gonna guess so.Phantom Edge. 無数の斬撃を繰り出します。So it's probably like a Octo Slash. スマブラ版はワープしながら突進することができます。性質はセフィロスの発展戦にも似ていますが、移動は。Yes, Sakurai knew what I was thinking. So. ホムラと異なりスマッシュ入力などもありません。どさくさに紛れて出すとなかなか対処しにくく頼りになります。反面隙はでかいのでご注意。復帰にも使えます。仮にホムラでやられても変身してすぐに。Yeah, definitely looks like. 攻撃範囲が。I think the whole gimmick around this character is you're supposed to keep changing it, but of course he did mention you could just stick to one if you really want to. So. なお崖際から少し離して使えばとどまってくれます。Okay. 崖に近すぎると落ちちゃうので要注意。ホムラの上必殺技プロミネンスリボルフ、大きな火柱を上げる技です。Right. スマブラ版はジャンプして着地に大きな火柱を上げます。もちろん復帰に使う技ですが、so、it looks way quicker than, Ike's. 吹っ飛ばす威力がだいぶ高いので撃墜に使うことだってできます。Wow. 出だしには切り上げがあり、それはスマッシュ攻撃に or more knockback at least.確実に当てられるなら攻撃としても有効ですね。もちろんコンボを狙うのもありです。なおわずかに前後移動できます。光の上必殺技パニッシュメントレイ、ジャンプから砲弾を放つ技。スマブラ版は切り上げ上昇後地面に対して砲弾を射撃します。
I guess you can. I wonder if you can use both as like a recovery, or if Mithra can just grab a ledge when she's all the way at the top, or if she has to fall through on the attack and fall down. Yeah, I bet she probably has to fall down. I don't think you can use it as recovery, but I'd like to be wrong. Punishment Ray は強い弾を一発。レインボーダストは扇状に弾を5発発射します。復帰阻止に使うならパニッシュメントレイの方が飛距離はあります。直接のダメージソースにするならレインボーダストの根元ヒットの方が上回るかも。より多くの弾を当てられる場合ですけどね。It's pretty good. Yeah, they definitely look really fun characters to play, but...I think it'll all be very dependent on how heavy Pirate is, just as a character, because I really gravitate towards a lot of heavyweight characters. Like, even when if I'm not playing someone like Ike, I like to play as like Simon, so... If Pirate does end up being heavy, I'll probably be putting these characters into like a main rotation. Maybe not necessarily mains or secondaries, but definitely in like that bubble of characters where I kind of constantly go back to. Oh!That's neat. 最後の切り札もホムラと光で異なります。Alright. ホムラの切り札はバーニングソード。Alright, cool. 謎の着地。これをスマブラ流にするとこうなります。謎の着地も再現。Alright. Yeah, to some degree, kind of even looks like a...Ken's, one of Ken's final smashes. I can't remember the name of it, but. Yeah. And Sacred Arrow, alright. これがスマブラ版です。簡単に分別すれば、バーニングソードは撃墜重視、セクリッドアローはダメージ重視です。まず最初の斬撃で、相手をそれぞれ3人まで巻き込みます。レックスが発動していますね。最初の斬撃に当たらずとも発動できればそれぞれ第三者を巻き込むことができます。セークリッドアローは各段で判定を持っているので体の大きさや当たりどころによってダメージが変わります。まあ、撃墜したい場合はホムラ、ダメージを与えたい場合は光を使うというふうに覚えてください。ホムラと光の差はどちらが強いとかどちらを使うべきなのと論じても仕方がないですね。双方に異なる利点があって、いつも両方使えるんだから、戦局によって、どんどん切り替えて利点を引き付ける。I can definitely see that these characters might end up in that main pool, but... 逆に欠点が引き立たないようにしましょう。Yeah. まあ、スタンダードな使い方としては、Alright, gamer tips. Gamer tips, let's do this. ダメージをため、ホムラでとどめを刺す。余裕があるときはホムラで、ピンチのときには光で撹乱する方法。最初から最後までホムラを使ったり、光を使ったりで通す方法もあります。おおむねこのような運用になるのではという予想はあるんですが、Thanks for the gamer tip, Sakurai. I knew I could count on you. ことに期待しています。楽しんでください。私はどちらかというとホムラの方が好きかな。あ、ファイターの話ですよ。やっぱりホムラかな。 Sakurai, be honest. ファイターの話ですよ、ね、She your girl, come on. Don't feel guilty about it. We all know it's true. 登場についても触れておきます。ホムラと光の応援にしばしば登場します。まず登場シーン、最後の切り札では発動時に上切り下切りの違いが、yeah, at least he's in the game to some degree. Like, I know a lot of people really hate this guy. From everything I've seen of him, he seems cool. Can't really say he's a favorite or a least favorite. I haven't played the game, so...It would be a little bit, ignorant to say I hate the character if I've never even played the game. Yet. Yet. So, yeah, we'll see. なお、ファイターパスボル1を買うと、レックスのミーファイターコスチュームがもらえますので、こちらも改めてお知らせしておきます。ファイターパス2ではなく、1です。カービィコピーも、ホムラと光で異なります。使えるのはフレームのバとライトニングバスター。一つぐらい移動しいってことなんですけど。I love Kirby so much. As you can probably tell right over there. すべてがそうなんですけど、コピーするとその技はオリジナルより強くなります。Oh, wow. 蓄積ダメージに注目してください。コ
コピーする手間や自分で選べない必殺技である分、攻撃力を上乗せしているわけです。広く知られていないのでプッシュしてみました。I certainly didn't know that. ちなみにホムラの場合、最大ためにもなると、こんなにも破壊力が高くなります。Wow. それでは一通り説明しましたので、実践に移りたいと思います。Let's see this. はい、今回は団体戦で行ってみようと思います。Right, cool. 相手は参戦ムービーでホムラをいじめていた3人組。Cool. Oh man, it's not even on Final Destination though. Oh well, I like the stage a lot. Oh. Ah, I see what Sakurai's doing. Again. ホムラ光をプレゼンしないでしょうがないですからね。3対1でなんとかする。いや、3対2なのか？ちょっとあれですね、普通よりも必殺技を多めでいってみましょう。ちゃんと振り向きをしてね。お、危ないよ、そんなことやってると。これちゃうよ。実はね、コンピューターもちゃんと混乱するんですよ。まあこういう場合は上下の動きがないからなんだけど、このもんはいらんと。嫌でしょこういうの。よしよし、おっといけねえ、ぶつかった。Actually, I gotta move this. Right now, I have my tripod actually sitting on top of my computer with my phone, just because it's way better than this janky little webcam I have. So, but it's kind of blocking the text right now, so I'm just gonna change you a little bit, just so I can read a little more. It's not really better, but it's, I don't want to screw it up more, so.刃物は飛び道具。Right. 開いてしまった。こうやって方もできます。Right. 下にも貫通します。 Yeah, Pyro definitely look, it actually seems like a heavyweight, but with a bit more jump to her. Like, her movement looks like very heavyweight-ish, but she does have a bit more of a jump than, say, Ike usually does, where his is much slow. I guess I'll just have to play and see if I like the weight of her, but...ほとんど食らえないね。でも、I'm talking about Smash! はちゃんと使ってこう。I wanna reiterate! キャリア付きだね、さては。おっと、こっちに来た。危ない、危ない。Oh yeah, they definitely look like their character that could. いいところで溜まりました。Probably really enjoy playing, but... Yeah. どちらかというと、光でダメージ重視にしたい。そりゃようこそですね。ようこそ。Alright, so building up some damage, it looks like. でも、体細いしな。そんなに高いダメージにはならんかもしれませんが、こんなもんいらん。Yeah, that's right, Sakurai. Get rid of those items. Come on, we don't need it. 交換。そろそろやばいよ。こっちもあっちも。そりゃ来ないよね。来ないよね。これでどう？あ、よし、これで決まったら気持ちいいぞ。マジ。Flame Nova?、ね、yeah, I think it's Flame Nova's her final smash. Oh! Oh, she switched to a Mithra. I guess I can see it. Oh, and building up some. Nice. Woo! Go on! Nice. はい、無事に勝つことができました。ちなみに CP レベルは8ですね。Yeah. はい、お疲れ様でした。Okay. All right, song list. It sounded like there was 10 songs. 次に音楽です。But... サウンドはゼロゲームシリーズということになりますから、It's a Nintendo franchise, so it's probably new music. 実装されている音楽と合わせられます。追加される楽曲は、Sounds like a lot of remixes too.なんと16曲追加です。 16 tracks, that's good. ゼノブレード2の曲は最初から3曲入っていたので計19曲。 Alright, that's pretty good amount of songs, actually. ゼノブレードシリーズの曲は For Nintendo character too, that's pretty good. And it looks like it's some torn music in there, which is pretty nice. ガウル平原でも使うことができますが、Alright, cool. これを機にガウル平原では初代ゼノブレードの曲が、アルストの雲海ではゼノブレード2の曲が主体で、俺曲に設定されるようになりました。アップデートの際、
俺曲セレクトの確率が変わっていることと思いますので、好きな曲を再調整していただければ幸いです。なお勝利ファンファーレは戦闘曲から織り込んでいます。 Alright, that's pretty cool. 得点のスピリッツボードも入っています。 Alright, so let's see all the spirits. 実はもともとレックス、ニア、トラ、ハナジェエース、メレフ、ジークのスピリッツは製品版に実装していました。ただし BGM をゼノブレード2のものに置き換えたりしています。 Alright. またハナジェエースは実は召喚で得られるスピリットだったのでお題なかったんですね。それ新たに戦えるようにしています。新たに足されたのはシン、メツ、ラウラ、マルベーニーと誰か。Come on, just show the character. モザイクがかかっているのはフネウマです。原作の終盤に出てきます。 And yet you include a me costume with the character, or you include a costume for a Pyron Mithra that references them. フネウマって大事なキャラなのに公式アートワークが存在しないみたいな。 So is it official artwork? でもこのスピリッツはなぜか絵があります。 I guess that makes sense then. これは本作のために原作のキャラクターデザインを務められた斉藤正嗣さんが書き下ろし、モノリソフトさんが仕上げてくださっています。尊いっていうのはこういうことを言うんですかね。感謝しています。それとレックスをレベル99にするとマスタードライバー状態のレックスに超過できるようになります。これも終盤の展開を含むので念のためにモザイクをかけておきましょうかね。All right, let's see what the Mii costumes are this time. Mii Fighter のご紹介です。4体います。Four new Mii costumes. Mii Fighter costumes. All right, is there going to be a deluxe version? Or... Ah, the Monster Hunter ones are back, it looks like. Well, rip to Monster Hunter, guys, but...It is pretty cool though. Breathless equipment. Feline. Alright, and it looks like there might be one more. There should be one more Mii costume. Oh, Arthur.That's actually pretty cool. Alright, those are actually pretty decent Mii costumes. Even as someone who doesn't play Monster Hunter, a lot of good stuff in there, actually. Alright, so...We don't know who. It's like, actually, when do Pyron Mithra release? なぜかここに来て、カプコンさんゆかりのものが増えましたが、これはモンスターハンターライズの発売に近いものですね。ゲーム内でリオレウスとも戦わすことができます。魔界村の新作も出るそうで、びっくりです。そして肝心の配信日についてです。3月5日に配信予定です。Yeah, that makes sense actually, because the new Updates coming, I think tomorrow, was it? はい、yeah, I think tomorrow. 最後の余談です。すでに参戦ムービーが公開されていますよね。ご覧いただけましたでしょうか。今回の参戦ムービーはスマブラ4から始まっている。今までの参戦ムービーとは全く異なるところがあります。それは何でしょう。実は唯一私が考えていないムービーなんですね。Oh, wow.参戦ムービーはいつも私が台本を書くところからスタートします。それを土台に CG 会社さんやアニメ会社さんと組んで作ることが多いのですが、今回の CG パートは最初の構成からモノリスソフトさんに一任しています。ジェノブレード2をプレイした時、その実機ムービーの質素量、そして完成度に驚きました。そしてモノリスソフトさんに委ねるのが何よりであろうと考えたわけです。Well, it was handled pretty well, I'll say that much. 原作のリソースも豊富で、原作とのつながりも深く、良いものができたと思っています。どうもありがとうございます。もちろん、CG に対していくばくかの監修は行っていますが、いつもよりずっとソフトです。ゲームパート制作はいつものようにスマブラ開発チームで、ゲームパートのセリフは私が考えています。最後の効果音付けまで監修するので、
CG パート以外の制作は変わらないですけどね。ファンに喜ばしいものになっていただければ幸いです。個人的にはキャラクター性もあって華々しくて良いと思っています。それと今回手前にフィギュアがあります、ね。Oh, yeah, これもちろんアミーボじゃなくてですね、市販のものですけれども非常によくできていますよね。Wait, that, those statues are for good boys and girls. Come on, man. こういった立体物を買い求め、モデル班に渡して制作の参考にしてもらったりします。立体物は必ずしも原作通りに作られているわけではないのですが、何らかのヒントになることもあります。足の裏。Sakurai, no. Quiet. 個室の私の席には多くのフィギュアを置いているところがあります。未発表のファイターのフィギュアは、念のために、鍵付きの棚に隠していたりもしましたが、so, 何より今はもうオフィスには買えない状況ですね。What's it called? けれど、Figures. 頑張っていきたいと思います。そしていよいよスマブラスペシャルのダウンロードコンテンツもあと2体です。こういう何々の使い方を放送する機会もあと2回しかないです。Oh, 次回も楽しみ。次こそは、スタジオの撮影ができるようになってるといいですね。それでは次回お会いしましょう。さよなら。All right. See you later, Sakurai. Yeah. I guess overall I will definitely be trying them, seeing if I like them. I could definitely see Pyra being a character I stick to. Okay, I really like this. I really like this screenshot. Hold on. I'm gonna save this one. This is actually a really good screenshot. Wait, did that take the...But yeah, I guess that's basically where I'll end the video while I try and figure out this screenshot thing. So I hope you all like, subscribe, leave a comment down below, and till next time, my friends.